生産累計1億台突破いたしました。C100 という名前ではございますけれども、エンジンの排気量は 100cc ではございませんよ。この当時はね、100という数字がついてますけど、エンジン 50cc です。そしてパワーは 4.5 馬力、時速最高速度は当時で70キロを誇りました。カブといえば面倒なクラッチ操作なし、ギアチェンジができるという画期的なね、自動エンジンクラッチの採用をいたしました。車両でございます。無料な施設があるんですけど、これは配達をする配達員とか、お友達なんかを持ってですね、見てみて、アクセルだけでギアチェンジができて、配送ができる、片手運転ができるようにするために、こういうのを採用されたんですよね。そんな話もありましたけれども、そういったね、よりこう仕事で使うときに便利に乗れるようにということを考えて、まあ、こういったね、前にどんどん倒していくというこのね、ギアチェンジのスタイルという使う人の利便性を考え抜いたデザインというのは、まあ、当時から今もずっと受け継がれている哲学でございます。まあ、今回スーパーカブの仲間たちがコレクションホールでも展示されておりますので、皆さんこの機会にぜひ60周年を迎えましたスーパーカブのこのね、天敵というものをちょっと楽しんでいただきたいなと思います。今日もスーパーカブのユーザーの方も大勢いらっしゃってくださってるんではないかと思いますけれども、ここから始まったと、スーパーカブで来てください。C100 というのは設計図が100枚目だったという、それで100という数字についてのこんな一応を示してきましたけど、いろんな説があるんですよね。名前にはさあ、そろそろじゃあお別れでございますかね。はい、スーパーカブ C100 皆さん撮ってくださいよ。取り押さえられないようにね。はい、ありがとうございました。